慎太郎 VS 斎藤豊。ただいまより本日の第9試合ライジンフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー173センチ、 65.90 キロ、 28戦20勝6敗、2分け、秋田県能代市出身、第10代シュート世界フェザー級チャンピオン、初代ライジンフェザー級チャンピオン、令和のシュート伝承者、斎藤豊。赤コーナー170センチ、 65.90 キロ、25戦19勝6敗、東京都足立区出身、現ライジンディープフェザー級王者、牛久潤太郎。レフェリー福田正人。この試合はライジン MMA ルール各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なお、この試合の勝者にはインプルーブ株式会社様より勝利者賞が贈られます。いろいろ。お前の方で入ってもいいんじゃない？
あと半分よ。そこから作るの。甘えろし、しっかりな。そうそうそう。終わった後、止めるからな。止めるからな。テント細かく入れながら。終わった後、押さえるからな。そうそう。早く、止めるからな。止めるからな。どうせ早くだぞ。そうそう。下げるだけになってけ。どうせ早く。そうだ、そうだ。そうだ。終わった後、どうせ早くだよ。いいよ、いいよ。チェンジアップもあるからな、チェンジアップも。チェンジアップあるぞ。サブゲットだ、サブゲットだ。試合の腹もあるぞ。サウスポーでもオーソでも一緒だよ、やること。左右で少しあるぞ。回せるぞ。今、回せるぞ。今、回せるぞ。仕掛けだけ。サブで。もうサブだ。だんだん距離あっていけるから。頭に入れながらどんどん作っていけ。リセット頭に入れながらな。内藤、下向いてるよ。相手も信じてるからね。重心が下にあるから、足持ってないから。残り時間1分。残り時間1分。残り50秒。少し下げてみろ。リアクション下げてみろ。Thank you.
覚えてるでしょ、あれ、足向けやつ。来たらやっていいか。来たらやれよ。相手が動いてるやつ。相手がやって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 。相手の手首呼吸しないでしょ、相手が止めようとするだけは狙っていいから、そこは今、下を絞り上げてることになってる、来ようとしてるんで狙ってみよう、今無理して、今首が来るからな、今がこのリズム、首が来てからな、守れ、守れよ、守れよ、守れよ、しっかり守れよ、内藤さん、左入ったか、手入ったか、いいよ、いいよ、待てるなよ、待てるなよ、はっきりしてるだろ、一回勝負だぞ、攻めるぞ、ラスト2分、サボケルマ、サボケルマ、ミヤ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 、斉藤さん、ミヤ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 、相手の頭コーナーまで持ってく、相手の頭コーナーまで持ってく、反対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 、難しかったらそれで構わん、それでいい、それでいい、立つプレッシャーかけろ、立つプレッシャーかけろ、左手、左手効くか、左手効くか、寝かさなくていいの、寝かさなくていいの、やるぞ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 、最初最初1分半、スラムだ、スラム、小さいスラム、小さいスラム、小さいスラム、そう、最初テンポ上げろ、最初テンポ上げろ、その瞬間の足だぞ、相手コーナーも行こう、頭を行こう、いいよ、上がってきたよ、足上がってきたよ、足上がってきたよ、そう1分10、ナイト削れ、ナイト削れ、いや、ずっと上がってきたところだ、いいよ、いいよ、ラスト1分、残り時間1分、残り時間1分、ワンミニットで仕掛けるラウンド、左手行かせて、左手行かせて、クール離していけ、ラスト50、ラスト50、左手で顔あるよ、顔あるよ、よっしゃ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 、上がらせんね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 、残り10秒、残り10秒、削って終われ、そうだ、右裏、右裏、右裏、ナイスナイス、順調しっかりやれよ、そこナイスナイスナイス、よっしゃ、ナイス、Thank you.
Thank you.
判定の結果をお伝えします。ジャッジ加藤か赤薄く ジャッジ豊島ジャッジ赤薄くジャッジ柴田赤薄くよって勝者薄くジャッジThe champion from Japan! The champion! The champion! The champion!湘南美容クリニック様より勝利者賞が贈られます。続きましてインプルーブ株式会社代表取締役社長尾張信之様より勝利者賞が贈られます。K クランの牛久潤太郎です、前回の、ライジ初参戦でタイトルマッチやって、その時たまたまって声が大きくて、もう本当に僕この半年間死ぬ気で追い込んできました。それがこうして結果につながって本当に嬉しく思います。僕この半年の間になんか SNS 頑張ったり YouTube 始めたり、もうそれはライジンっていう舞台が大好きで、ライジンファンのみんなの熱い気持ちが大好きで、もっと盛り上げたいっていう気持ちがあって始めました。僕すごく不器用なんですけど、皆さんのことは大好きな気持ちは変わらないんで、皆さん第2代ライジンフェザー級チャンピオンの牛久潤太郎に僕を信じてついてきてくれないですか。皆さんと一緒ならマジで不可能はないと思ってるんで、それを試合を通して僕が体現しきたいです。それにはやっぱり皆さんと一緒に僕も強くなりたいです。だから皆さん、これからは第2代ライジンフェザー級のチャンピオンの牛久潤太郎の応援よろしくお願いします。僕は皆さんのことを裏切ったりしないんで、皆さんよろしくお願いします。
見事タイトル発明を渡した第2代ライジンフェザー級チャンピオン牛久潤太郎選手に今一度盛大な拍手をお送りください。